前半戦が終了したばかりの7月18日、中日・高松航内野手と西武・川越誠治外野手の交換トレードが両球団から発表された。高松は2017年ドラフト3位入団、俊足が武器で今季1軍では主に代走として23試合の出場で2盗塁を記録している。西武は今季、壮根のチームスローガンを掲げており、 高松は松井監督が求める機動力野球にマッチする人材と見られている一方川越は2015年ドラフト2位で投手として西武に入団19年から外野手に登録変更しパンチ力ある強打が持ち味の左打ち外野手となっている今季は1軍では12試合の出場で打率1331本塁打5打点だったが ファームでは打率292、7本塁打、25打点をマークしていた。再開ターンとなった中日は6月の日本ハムとのトレードに続き今季2度目のトレード成立となった。得点力不足に悩むチームの起爆剤となるか、注目を集めそうだ。また多くの話題を集めた両球団の電撃トレードに球界内からもさまざまな考察の声が出ている。 ロッテ OB で名簿師としても知られた里崎智也氏は18日に自身の YouTube チャンネルを更新。両球団のトレードを受けて、素晴らしい。めちゃめちゃいいトレード、と絶賛。すでに自身の YouTube チャンネルで以前に川越については他球団で輝いてほしい選手に名前を挙げていただけに、ズバリ的中、で満足そうな様子も見せた。さらに具体的に、 〈このトレードがなぜ両球団にとって有意義なものとなったかについても言及〉〈中日では一時期代打の成功率が非常に悪かったが6月に日本ハムからトレードで移籍してきた宇佐美慎吾の加入などもあり左の代打の層は厚くなってきたが宇佐美は現在クリーンアップで固定されている〉 そこで改めて終盤の勝負どころで代打に左打者の長距離バッターがいないことで求められた側面があると分析したさらに俊足の高松に関しては西武の後半戦を見据えた補強だとしたパ・リーグ各球団は首位のオリックスでは佐野皓大織田優也 WBC でも存在感を示したソフトバンクの周到右京など俊足の選手が多く ゲーム終盤の攻防の鍵を握る大事なピースともなっている西武は現在リーグ2位の53盗塁をマークするが今季のチームスローガンともなっている足を絡めた野球をさらに進化させることで勝負の後半戦で A クラスにいくための布石だとした 最近では巨人からロッテに移籍した石川慎吾が移籍後7試合で打率556と大暴れで首位争いを繰り広げるチームの大きな力となっていることも話題となった好循環トレードが続く中その流れに続くか両選手の新天地での活躍に期待したい私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです 高松は本来足だけの選手ではない非力だがコンタクト能力は高く常時出場すればそれなりの成績を収めると思う本職の内野はむしろあまりうまくないので俊足の外野手として鍛えればまだまだ伸びしろがあると思う24歳の若さだしね中日ではダイソーぐらいしか出番がないだけで環境が変われば十分可能性を秘めた選手だ 川越は年齢的には中堅からベテランに差し掛かるが、野手転向からまだ年数が浅くこちらも伸びしろがある。ファームでホームラン量産してるし細川や宇佐美のように中日で大きく変わる可能性もある。しかも俊足強肩だし魅力的な選手だ。このトレードが当事者2人並びに両球団にとって基地と出るよう祈りたいし、その可能性は大いにあると思う。 里崎はどのトレードも大体ポジティブな良いトレードって言ってるからその言葉自体はあまり当てにできんがと入ったものの中日は強い打球が打てる左打者でどちらかといえば外野手西武は松井監督のチーム方針に合致する足が武器の選手を求めているのは間違いないところで高松川越ともに移籍先の方が多くチャンスをもらえるだろう それぞれの課題を克服して結果を残せば一軍で生き残れるポテンシャルはあるので頑張ってほしい。